皆さんに楽しんでいただきますでしょうか。東京造形大学、10名はもうね、作品は加工です。見てみましょう。Harmony actually is a work on
bring people together from the objects represented, and really how we can create some sort of unity in the world of music. Yes. なんといっても調和です。スポーツというものがどうやって、皆さんの間や壁を越えば打ち壊すことができないのか、一つのハーモニーを作ることができるのか、しかもそれを音楽との、融合といったものですね、注目していただきたいと思います。 Okay then, are you ready to let the clock on the evolution? Yes, we are. Excellent. Lovely. では皆さんに、ジョイユニベースでデュキベックがモントリオール、ミーモントリオールでタイトルはハーモニーです。行きましょう。作品に関してこういったところ
ました、皆さんこんにちは、高見洋品田中夫婦がやってきました高見健人です。今回の作品のテーマはですね、シーナ万象ということですね。僕が作るにあたっていろいろ紹介するのがいろんなことあるものすべてだというか、分かったんですけど、最後はですね、今回の映像で自然から近代の順位になって、その自然の流れ、今回のテーマ調和を上手に調和できて、強くするまでに取り組めるような目標を目指して、まさに僕が上手にやってきましたので、ぜひ見てくださいませ、お願いします。では早速その情熱をですね、楽しんじゃいましょうかね。阪南大学、大阪電気通信大学、京都情報大学院大学、高見洋平の作った作品は、シンナ万象です。